冒険の目的は全て果たした。帰ってあいつを動かすのみ。プレイ。まあ、昨日の動画でもお伝えしましたが、ね、寒い中、水の中、それでは皆さん。はい、どうも皆さん、マグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか？やってまいりました。はい、前回、前々回、ずっと冒険。でね、新しい発見だらけ。ついてるとしか言いようのない、その、今シーズン2020。こちらのチャンネルは、年末年始を除くほぼ毎日マイクラ動画をお届けするチャンネルでございます。そして私は中の人、マグニーでございます。以後、お見知り行きをお願いいたします。もう、3号手に入れました。何もね。で、どれ使ってたかな？私は参考にした動画ではどれを使っていたかな？何がしうちはサンゴなんだけど。あ。これ全部ちょっと置いていくわ。じゃあわかるわ。見た感じで。どれでもいいのかもしんないけどね。何がしうちはサンゴであることは間違いないのよ。うん。まあまあまあ。というわけで。本日もやってまいりまーす。ショータこれなんでこれが必要なのかっていうところなんですよね。ちゃんと見ますわ。ほんまにどれが必要だったのか。デッドホーンコーラルファンって書いてある。死んだデッドホーンって、ね、ホーンってことは角だ。角だ。なるほど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 。これだ。死んだ死活のうちは3個だ。これです。こいつで今日は革命を起こしたいと思います。我がワールドに革命を起こす、そんな時がやってまいりました。帰る。ずっと冒険のね、お見せしておりますけれどもね、いいでしょ冒険も。うん、真剣にこう、冒険をやるっていうのは、やっぱいいね。それは何がし見つかるわなって話なんだけど。すごいもん。キノコバイオームまで見つかってますから。さすが、普通に、てか、絶対通り過ぎてるやろ、俺ここ。まあ、昨日の動画でもお伝えしましたが、サンゴをね、早い段階で見つけてたらね、キノコバイオーム見つけれてないですから、おぼし飯があったんですわ。神のね、マイクラの、なんて言うんだろう、その、運に任せたような、やつは、早めに終わらせてしまって、お前は、ひたすらに建築をしろと、マイクラの神にこれは言われてるに違いありません。マイクラの神、マイクラ神にも私は言われてるに違いありません。ちゃっちゃと帰りますよ。この馬ならそんなに時間かからんはずじゃ。前回の動画、冒頭でお伝えした、収録後3時間半。の集大成がこの動画でわかるわけですね。昨日の動画、前回前々回の動画それぞれ1時間程度収録しておりますから、そうですね、合計でいうところの、今回の動画もそうだな、まあ、1時間ぐらいは収録すると考えたら計7時間違う違う6時間半の集大成が今日の動画で、皆様にお届けできるということでございます。数字で表すのが、わりかしこう説得力があるかなと思ってやってますけど、別にそんなことはどうでもいいです。皆様にとってどうでもいいことでございますけどね。個人的に言って喜んでることもありますね。距離的には、今3600、余裕やないですか。早いもん、この馬が。マジでおすすめする一番早い馬をゲットするの。ネザーアップデがね、来てないから、ネザーに今簡単に入れませんからね。いや、別に行きゃいいんだけどさ。今回の冒険でせっかくさ、見つけてんのにさ、今度ネザーアップデが来てから、またネザーの中を繋げていくことになるので、二度手間を踏んでるっちゃ踏んでるんだよな。ネザーで帰れば早かったわけだからね、今回も。まあネザーの中は道作れないといけないということもありますけどね。まあどうなんだろうね。結果かかる時間はあれだけど、今後のね、行き来がやっぱりネザーだと楽なんで、ネザーアップデが来たら、しっかり、ネザーの中も開拓していきましょうね。で、あと私は、キツネもね、探せるといいなと思って。ここだったら茶色いキツネなんだろうけど。スイートベリーがある近く。やべ、ゾンビだ。どこで出とんねん。おい。キツネさん、いねえか。狼が全員やっちゃったってことないか。可能性としては十分あるんだけどな。スポーンした場所によってはさ、一瞬にして全滅させられてる可能性、十分あるもんな。諦める。早く帰りたい。早く帰って。これをひっつけたい。自分の頭の中ではもうさらいが流れてますからね。桜吹雪のですよ、これ。武道館まであと、10キロを切りましたみたいな。サライイコールこう、マラソン頑張ってる音楽的な。まあ、いや、もうこれもね、ある種のマラソンですから。ある種というかもう、もはやマラソンですから。こう考えたら、ネザーが繋がったらやれることいっぱいあるなぁ。うん。繋げなきゃいけないところが結構あるからな。海底神殿、トラップタワー、で、昨日の昨日見つけた、キノコ島、そして、サンゴでしょ？そうだな、キノコ島繋げたら、氷も取れるから。おいおいおい、地元じゃないっすか。亀ヶ崎じゃん、亀ヶ崎。亀ヶ崎だ、そうか、ネザーゲート、ほら、ネザーゲート見えてきた、ほら。ででーん。イェーイ、ただいま、ただいま。そういえばさ、
襲撃のアジトも見つけてたね、俺。見つけてたことすら忘れてたわ、もう。よっしゃー帰ってきたー。やってやよ、入れざる応援待て。行くぞ。何話にも渡って、ずっと言い続けていた、釣りファーム。ついに皆様の前で、起動する時が、刻一刻と迫っております。本当にありがとう。マイクロの神の、たった7時間、そこらで、ツリーファームを与えてくださり、誠にありがとうございます。ああ、見えてますね。で、寒い中、水の中、引っ張り回して、ごめんね、ありがとう。よし、村人たちみんなただいま。お、やってるか処理班。じゃあ、ここに、一旦サンゴね、レイヤーブロックの方に入れとくわ。海洋の心、計6つだからね、ほら。この掘れブロック全部持ってる。はい。さあ、アカシアに対応した。松もいけるし、オークもいけるし、白川か。うわ、白川のな、まあまあまあ、いらねえな。いらねえ。いらねえです。別にオークも松も増やす必要はない。こう、アカシアをひたすらに増やせればそれでいいわけですから。さあ、帰ってきたよー。もうどうしようね、これ。よし。まあ、もう夜になりそうなので、この、死んだ死活の、死活の、ん死活の内輪三号で、ね。内輪三号。ん死んだ死活の内輪三号ですね。パコッとはめて、寝て、この辺り解体して、皆さん、いよいよ、稼働させていきたいと思ってます。ために、これをつけたいがために、どれほどの、運を使ったか。はい。次が、まだ、ちょっとね、細かーくやらないといけないことがあるので、待ってね。今から始まりますよ、的な BGM にしてたかもしんないから、ちょっと優しい感じの BGM に戻してください。編集時の私。あそこが、骨粉入れ歯なんだよね。骨粉入れ歯。日本語が下手すぎて、ちょっと、自分でもびっくりするんですけど、骨粉入れ歯。もうちょっとあったよね。オッケー。これで登り降りできるようになったね。じゃあ、ここに、チェストが満タンになるぐらいは入れとかんと。すごい骨粉の使用量でございますね。はぁ、緊張してきたな。兄弟のみんなで、ね、動きをね、もう元動画で見たよって方は、そんなにドキドキはしてないと思いますけれども、初めて見るよって方、中にはいらっしゃると思います。とんでもねえ動きするんで、ね、白樺と松とアカシアは同じ感じで育てられて、オークに関しては違うんですね。それを先説明しましょう。さあ、登りますね。ここが、こいつをオンにして、ここから覗いてあそこに、こう、苗木を置いていくことで、できます。で、ここ登るでしょ？一番上まで来ると、よいしょ。ここにレバーがあります。このレバーを下ろすと、はい。これがオークモードです。で、ご覧いただくと、こうなって、おりますね。で、こっちにどんどん出されていくんです。木がね。周りに松の原木がこう、埋め尽くされてるでしょ？これによって、アカシアが伸びたとしても、この空間の部分、この空間の部分にしか伸びないので、あれ何？あのブロック何ですか？危ねえ、よかった、気づいて。今回本当に初めて動かすので、もしかしたら私の作った時にミスがあると動かないという可能性すら、ありますので、ぜひ、そのあたりも皆さん、一緒にちょっとドキドキしながら動かしましょう。で、オークに関しては、高さ制限をある程度して、周りのブロック、制限ブロックを置くことで、蜂の巣ができなくなるんだと。もしくはできたとしても、こっちに押し出されるような感じになると思うんだよな。それでは、オークモードを解除して、それでは皆さん、スタートです。参ります！やばくないこの速度。これちゃんと手元見てください。苗木がどん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 送られてきますから。で、これカチ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 いってる間はずーっと TNT が起動して、はい、どうなってる？よいしょ。はい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 、ちゃんと回収されてるかな。成長速度見ました？ほら、え、松の原木がなんでここにあるんだ。まあ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 、そこはいいや。ちょっと待って、気になる。上登ってくるわ。このマシーンの凄さは一応伝わったと思います。めちゃくちゃ速いよね。どういう仕組みなんだろう。もうちょいアカシアモードでやらしてね。
見て成長の速さ。この辺がどうやって TNT が爆発してるとか、どんな感じでこの機械が動いてるかとかはですね、参考動画をぜひご覧ください。じゃあ松井くん、この8つでなんとかなるかね。松、松に関しては苗木の供給の方が早い。じゃあ最後にね、ウォークモードをねご覧いただいて今日終わろう。いくぞ。効率そんなに良くないんだよね。ただアカシアと同じぐらいとは書いてあった。ほら成長が遅いっしょ。やっぱりあの無理やりせあの身長をね制限してるんで成長が遠いとはいえ早いな。あ、たったそれだけでこんなに集まるんです。ああ、ありがとうございます。ほな。